おすすめの場所とかがあったら教えていただけるととても嬉しいなと思うのでお待ちしております。ありがとうございます。川越行きたいな。真面目にしてる。教えてくれてありがとう。ポンちゃんもね、1号も2号もありがとう。私にとってはリノちゃんが原動力だよ。はい、続きまして、みちか。待って、これさ、今さっきのさ、1部も2部もさ、1番目と2番目が同じ人かも。あ、3番目だ。ありがとう、みんな。みちか、ありがとう。次は漢字なんだね。でもね、メッセージが一つもないんだが、メッセージ書くの忘れたの。メッセージがない、真っ白。なんでね、ありがとう、みちか。これからもよろしくね、みちか。でもね、最近ね、全然見ないから大好きだよ、ありがとうね。毎回の日、泣いてる。ゆうまさん5-9、5-9、5-9。初めましてなんですけど、ありがとう。続きまして、つーちゃん。待って、ゆうまさん、本当にね、いいこと言ってくれますね。初めましてです、本当に。ありがとうね。初めましてでさ、28対番から30対面4、スペライ10回、6対番などたくさんあるね。こうお話し会だし、2は自分の誕生日のゴールデンウィークも耐えろ。よろしく。え、いっぱい予定ある。めちゃくちゃ楽しみにしてる。つーちゃんありがとう。めっちゃ楽しみにしてるわ。まい、ありがとうございます。嬉しい。あ、ワヌさん、ワヌヌが、ワヌさんありがとうございます。葵とはね、最近、あ、葵の話をしよう。葵がね、最近っていうか、葵に、葵って言ったら、なんだよって殴られます。殴るふりをするんだけどね。そう、めっちゃおもろいの、葵が。なんだ、可愛くない。ありがとう。殴られたいですよね。急ぎまして、千岳さんありがとうございます。千岳さんもまさき1分も2分もね。天国さん、いつもありがとうございます。前押しになってくれるととても嬉しいんですけど、天国さん、たくさんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとう、嬉しいですよ。私ありがとう。続きまして、母さん、母さんありがとうございます。最近思うのは、私本当にニヤジュが大好きなんですよね。ありがとう。これからもっともっと大きいグループになれるよう応援していきたいなって本当に思った。ありがとう、かんさん。もうそんな気持ちに応えるような特大特大特大サインにしましたよ。じゃあ、かんさん、かんさんのお気持ちに応えられるように、私も精一杯頑張るね。これからもついてきてね。かんさんのことが大大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 好きですよ。ありがとう、カンさん。会いたいよ。一番だよ。みんなの一番です。私は。続きまして、よっしゃ。え、これ大好きな人から2枚目のサインもらえるってことで合ってますか？ガチですか？え、え、ガチですか？本当に大好きな人。私もいつも見てくれてる。いつもありがとう。とても嬉しいよ、本当に。嬉しいよ。待って、ありがとう。よっしゃ、行くぞ。こんな感じでちょっと可愛く書いてみました。よっしゃ、そうだよ。これからもよろしくね。よっしゃ、私の中で大事な人だよ。ありがとうね、よっしゃ。これからもよろしくね。大好き。よっしゃ、行くぞ。ありがとうね。続きまして、みよさん。あ、安井拓也さん。ね、手の水分が欲しい。まいちゃんは美人もパフォーもどんどん上がっていて、新曲が出るたびアイドルってすごいなと思います。東京出身という縁もあり、これからそっもそっと押せていただきます。ありがとう、美容さん。押してくれるの、ありがとうね。そんな美容さんのね、大好きなね、ダブに応えるおっきさで、美容さんありがとう。東京出身、兵庫大好きです。私もね、これからも兵庫大好きで行っていくので、よろしくお願いします。美容さんね、一部も二部もありがとう。愛してるよ。見て、ちびつい。本当に和田さんありがとう。続きまして、あ、ともさんだ。ともさん、ともさんは本当にお話し
会のたびにね、すごい私のことを心配してくれたりとかしてくれる素敵な方で、ともさんがずっと最初から応援してくれてるから頑張れてるっていうのがすごくあります。ともさんのことが大好きです。ともさんでも丸つけなくていいですか。ありがとう、ともさん。こちらこそありがとう。アバター変わったね、またこれからもよろしくね、ありがとう。続きまして、あんりちゃん、お茶茶かな。いつも頑張り屋さんでアイドルとしてどうなりたいっていうビジョンを持っていて、かっこいいなって思ってる。オーディションの時から応援できてるのが嬉しいし、これこれ絶対あれだよね、文字数制限来ちゃったやつだよね、多分。ちょっと分かんないけど、アンディありがとう。こちらこそさ、オーディションの時からありがとうね。ちゃんとおちゃちゃ覚えてるから大好きだよ、これからもよろしくね、アンディ。おちゃちゃアンディ、おちゃちゃおちゃちゃありがとう。顔型クリアした。クリアした。続きまして、ももかたん、ももかたん、便利だ。ももかたん、本名で書かせていただくぜよ。あと、レンディです。今日もまいさんが好きで仕方ないのですが、まいちゃんとはオフィシャル両思いでいいのでしょうか。それはさとき、さておき、まいが私の3、まいが私の必要3大要素なので食べてもいいですか。食べたらいなくなっちゃうの、私いなくなっちゃうから。ももかちゃん、ありがとう。あの、食べないでほしいんだけど、まあ、必要三大要素であることは、まあ、確かですよね。間違いない。ありがとう、嬉しい。そんなこと思ってくれてありがとう。大好きだよ。みんな愛大きいわ。続きまして、ちなつちゃん。ありがとう、ちなつちゃん。本当に、川田さん、クリアさんも、体気をつけて、しっかり万全な状態で200回来てください。ちなつちゃん。まいちゃん、笑顔がとっても可愛くて、歌って踊るまいちゃんがキラキラしてて、歌声の表現力もアイドルって感じが好きです。これからもまいちゃんのこと応援してます。大好き。こちらこそ大好きで、うちなっちゃん、ありがとう。うちなっちゃん見てるかな。ありがとう、うちなっちゃん、これからもよろしくね。大好きだよ。今日本当に困りまよね。なんでなの。続きまして、ゆっぴさん、一部に地域続き、二部もありがとう。こっちがさ、行ける時が来たら、中国に行かせていただいて、ライブさせていただきたいですね、本当に。すいません、グローバル。本当にね、ありがとうね、見てるかな。これ届くの楽しみにしてるよ、大好きだよ、ニューリーズさん。待って、言いたいことはそれじゃないって。確か、数から始まって気で終わる言葉。あ、答え出てたね。まいちゃん、好きじゃなくて大好きです。てれ、パワーパワー、ありがとう。ゆっぴたん、ありがとうね。確かにね、ちょっと私も、モノマネできるんだけどね。パワーってね、ほんと、やーって感じで行きましょうよ。私も大好きだよ。ありがとう、言えたね。チギは私しか好きです。続きまして、かやちゃん。ニコメありがとう。今日もレビューを見たんで、好きすぎて毎日聞いてるレビューを見たんで、好きすぎて入った中でパフォーマンスが見たい。ちょっとね、細長めに次は書いてみたんだけど、サインありがとう。また宝物が増えて嬉しい。あ、可愛いね、文字大切にするね。まいちゃん本当に大好き、ラブだよ。こちらこそラブだよ。まいちゃん2枚目ありがとう。HBN に続きね、大切にしてくれるのにとても嬉しいです。はい、愛情込めて書きました。届いて届いて、ありがとう。ごめん、間違えた。続きまして、ルカテチちゃん2枚目ありがとう。そう、ルカテちゃんも前のルカテチだからよろしくね。なんだこれは。まいちゃん2枚目嬉しい、大好きやで、大好きやで、前も大好きやで、ルカテチ。これからもよろしくね、ありがとう、ルカテチ。本当に大好きで、いてほしい、私のこと。自分も2部も、ありがとう、とっても嬉しいな。ありがとうね、本当に、ヨウキさん。続きまして、めいちゃん。めいちゃん、元気してた？続き、チャンネル。みーちゃん元気かな。みーちゃん最近会えてないんだよね。はい、大
最近顔出せなくてごめんね。まいちゃんのこと変わらず大好きだし、今年も思い出たくさん作りたいなと思ってるよ。早く会いに行くし、お話し会も行くから待っててね。待ってるね、めいちゃん。こちらこそ待ってるね。もうね、めいちゃんとね、たくさん話せた日が恋しくて、とってもとってもとっても恋しいです。待ってます。ありがとう。ありがとうね。待ってるよ。続きまして、玉井優斗さん。ちぶさんありがとう。2部は本名で応募してみたんだけど、出てかかるかな。わら、ちょっと楽しみにしてね。たまちゃん、ありがとう。わかるよ。たまちゃん、ありがとう。ゆうとくんだね、じゃあ。ゆうとくん、ありがとう。ゆうと。ゆうと、ありがとう。これからもよろしくね、ありがとう。毎日日記もありがとう、ゆうと。嬉しいよ、ありがとう。続きまして、すーちゃん、あ、すーちゃん、2分もありがとう。まいちゃん、まいちゃん、出会えてよかったし、まいちゃんが応援してくれて頑張れる。私が不安な時に常に寄り添ってくれて、素敵な言葉をかけてくれてありがとう。最高のおしめ。ありがとう、すーちゃんがね、不安な時は私が幸せにするしね。大好きだから、これからもよろしくね。すーちゃん、すーちゃんいるかな。すーちゃんのことがこれからも大好きです。不安で困った時とか、いつでも私のこと頼りにしてくれると嬉しいし、大好きです。よろしくお願いします。すーちゃん、ありがとう。パフォーマンスをね、あおちゃんもね、頑張ってね、毎日。続きまして、さとし。さとし、ショールームバンバンやってくださいって。ゲットだぜ、がゲットだぜ。じゃあ毎日来てね、本当。さっき毎日、最近来れてないって言ってたけど、毎日やっぱ来てくれるよね。5月はバンバンできるように頑張るから、よろしくね。サトシーゲットだぜ、ありがとう。これからもよろしくね、ありがとう。嬉しいよ、バンバンやったら来てくれるって言ってくれるの。すごい、みんなね、2分も来てくれてありがとう。続きまして、赤ちゃん。赤ちゃん、2分もありがとう。いくつじゃないんで。2部もありがとう、赤ちゃんだよ。またちょくちょくお話し会も行くので待ってて。舞台とか行かない、ジョイとか会えるの楽しみにして、また大好きだよ。ありがとう、赤ちゃん。赤ちゃん、赤ちゃん、びっくりしないでもらっていいですか。赤ちゃんです。こちらこそありがとう。今年はマイビブス着て会いに行くね。待ってます。マイのビブス装備で会いに来てね。大好きだよ。あ、内竹さん、内竹さんもありがとうね。続きまして、プアちゃん。ナンバーワンアイドルのマイちゃん。マイちゃんの頑張れで何でも頑張れて、本当にマイちゃんに支えられているなっていつも思う。マイちゃん大好き。対面も楽しい。ありがとう、プアちゃん、たくさん。プアありがとうね。じゃあ、細長めのプアにするね。細長めのプアにしたよ。プア見てる？たくさん応募してくれてありがとう。これからもよろしくね、プアのことが大好きだよ。プア見てるかな。みんなもありがとう、大好きだよ、こちらこそ。続きまして、あかりちゃん。ありがとうね。あかりちゃん、2分もありがとう。ひろしさん、ひろしさん、あかりちゃん、ありがとうね。本当にいつも大好き。まいちゃんと出会ってから約1年が経過して、出会った頃よりも大好きな気持ちが加速してます。まいちゃんのことが大好きすぎる。もうね、あかりちゃんとの思い出の一文といえば、お話し会で好きなケーキのお話をした、前も言ったけどね、好きなケーキのお話をしたことがもう一番残ってて、一緒に来てお越ししたのが懐かしいなと思ってます。あかりちゃんのことがこれからも大好きです。ありがとう。フルーツのミルクレープタルコ、ありがとう。はい、続きまして、ももこ。ももこ、ももこちゃん、まいちゃん、こんばんは。
ラジオ番組は YouTube を見て、まいちゃん笑顔癒しだなと思って可愛いと思ってます。今年はたくさん待ってるよ本当に。でも自分のペースで大丈夫だからね。もうこうありがとうね。もも子のことまいも大好きだから、もも子ありがとう。もも子ありがとう。これからもよろしくね。大好きだよもも子。見てるかな。リボンがついてる。それを着てるレノちゃんも宇宙一可愛いがいるんですね。めっちゃ嬉しいこと言ってくれるやん。やばい。最近買ったものってマジで美味しいんですよね。継続用ハチミツチキンを買っていきたいと思いますね。毎回ないよね。久しぶりにリボン。リボンちゃん可愛すぎて。本当にさ、あの日可愛いよね。続きましてじゃあ行くね。みちるちゃん、みちるちゃんね、一部に続けるのありがとうございますよ。あ、りそちゃん、こうやってね、細長い字に変えてますね。新曲でまいちゃんといっぱい思い出作っていけたらいいな。まいちゃんのキラキラ笑顔に元気もらってるよ。いつもありがとう。こちらこそね、いつもね、お話し会で会いに来てくれてありがとう。まいもね、勇気もらってます。ちゃんとお話しすることでたくさんね、嬉しい気持ちにあります。みちるちゃん、いつもありがとう。見てる、みちるちゃん見てる。はい、ありがとう。大好き。こちらこそ大好きだよ。ありがとう。続きまして、ひろあきさん、ひろあきさんありがとう。お話し会で報告するの忘れていたけど、直筆サイン入り超孤独ライオンポスター届いたよ。イコの移住合同個別お話し会で待ってる。ひろあきさんありがとう。はい、もらえるの楽しみにしてる。ちょっとね、2部はね、あの縦長めの文字にしていきますね。ひろあきさん、ありがとうございます。嬉しいよ。ひろあきさんとね、たくさん喋れてるし、ひろあきさんのいつもの画角も覚えてるし、たくさんね、思い出作ってきたので、今年もよろしくお願いします。大好き。ありがとうございます。続きまして、ちはやさん。ありがとうございます。新曲リリースおめでとう。舞の歌声は日常に彩りをくれる太陽で、暗闇を照らしてくれる。何、なんちゃん、こんな素敵な言葉を考えられる人がいるんだ。届けてくれてありがとうね。こちらこそありがとう。出会ってくれて覚えてるよ本当に。あれだよ、ちはやさんはね、本当にね、素敵な人で、私のね、本当に心の支えになってくれる人なの。ありがとうね。覚えてるよ、単独の公演の時に触ってくれて、こっちとこっち、そう、いたの覚えてるよ、ありがとうね。さくらこちゃん、続きましてね、さくらこちゃん。まいちゃん、あ、さくらこちゃんか。まいちゃんの笑顔はいつも破壊力抜群で、刺さりすぎて貫通して、あ、ちょっと貫通して電気が流れるほど可愛いです。そんな可愛すぎる笑顔を見れるって幸せです。あと、さくらこちゃん大好き。今も絵のもさ、死ぬぞ、飛び出るかもしれない。じゃーん、さくらこちゃん、綺麗に食べてました。どうですか、さくらこちゃん。ありがとうね、大好きだよ、さくらこちゃん。これからもよろしくね。たくさん思い出作っていきましょうや。サインありがとう。こちらこそ、当たり前さ、みんなことが大好きだよ。本当にめっちゃ嬉しいよ、会う機会さ。待って、本当にさ、塗り重ねていくためにめちゃくちゃ真っ赤くなっている気がする。ありがとうね、ポンタ見てるか。大好きだよ、ポンタ。はい、続きまして、かーい、かーい、まいちゃんを思うこの俺の子の気持ちって理屈じゃないんだよ。なりたいんだ、まいちゃんの原動力。まいちゃんはいつまでも俺の一番星。あ、いつもありがとう、大好き。こちらこそありがとう。そっか、ありがとうね、か
たい、ありがとう、本当に私の会員がね、本当に原動力、はい、たくさんね連番してくれるのを待ってるね、ありがとう、連番楽しみにしてるよ会員、いつもたくさん素敵な言葉をかけてくれて本当にありがとう、本当に会に出会えたことが嬉しいです、ありがとう、だからよろしく、ありがとう。続きましてつーちゃん、ありがとう、つぶてゃ、あ、つーちゃん、つぶてゃだ、黒身のつぶてゃだ、 MV のヘアピン短くなった髪の毛がすごく可愛くてニコニコしてます、まいちゃんの歌声と笑顔が本当に大好きで、とわしね、つぶてはさ、もう最初の頃からずっとね私のことが大好きでいてくれてるからさ、本当にありがとう、こんな私のことをね最初の最初から大好きでいてくれて、本当つぶてはつーちゃんありがとう、つーちゃんっていう名前は私がつけた、大好きだよ、これからもよろしくね、見てる、大好きだよ、ありがとう、ライブ大好きだよ、ね、すごいよね、こうやってさしまうときにさピッピッとついてる、もうかっこいいレノンちゃん、もうかわいいレノンちゃん、もうクールなレノンちゃん、続きましてエマリちゃん、あ、エマリちゃんだ、エマリちゃん元気してる、サイン会初参加だよ、嬉しい、毎度まあ、かわいい天才キラキラアイドルなマイちゃんが大好きで私にとって大切な存在よ、今日も生きてて偉い、一緒に頑張ろうね、大好き、エマリちゃんさ、あれだよね、エマリちゃんさ、いつもさ私たちが出会っていくさショールームなんだけどさ、ね、元気だよってよかったさ、ショールームで出会ったらね、覚えてる、私のことまだ大好きで言ってくれてるって知れてとっても嬉しい、これからもよろしくね、大好きだよ、ありがとう、エマリちゃん、これからもよろしくお願いします、大好きですよ、あ、コメントしてくれてありがとう、続きまして、ピーさん、ピーさん、ありがとうございます、いつもいい曲のニアジョイといつもファン思いのまいちゃん最高よ、まいちゃんに出会えてよかった、ありがとう、嬉しい、大好きだよ、見てるかな、ありがとう、嬉しいよ、ありがとう、大好きだよ、違うってなんだ、見てるかな、ありがとう、みんな黒、ここはね、真っ黒、大好きだよ、大好きだよ、いやもう、ありがとう、ね、続きまして、ゆいこちゃん、あ、ゆいこちゃん元気してる、あ、待って、まゆなちゃん、まゆなちゃん、いつもありがとう、お話し会いつも楽しみにしてるのに、まいちゃんのことが本当に大好きだよ、まいちゃん宛ての SNS は届いてるかな、これからもずっと味方で大好き、そうゆうこちゃんはさサークルでいつもさなんか大丈夫みたいな感じで言っとけるかも、すごい見てるし覚えてるし、ゆいこちゃんに早く会いたい、なんかさゆいこちゃんが誕生日の時くらいからさ会えてないからさそろそろ会いたいなっていう気持ちが会いたいな、ゆうこちゃんの猫耳姿見たい、ありがとう、続きまして京平さん、京平さんありがとうございます、嬉しい、またまいちゃんのサイン会に参加できて嬉しいです、まいちゃんのサイン大切にします、ありがとう、新曲の衣装、そう新曲の衣装めっちゃ可愛いでしょ、その新曲の衣装マジで可愛いの、これみんなにもなんかさ伝えたいんだけど、京平さんに伝えちゃうんだけど、あの新曲の衣装を初めて見た時はちょうど MV の日だったんだけど、 MV の日にじゃあ入ってくださいって言って、着替えのフィッティングの時に入った時にめちゃくちゃ可愛くてって言って、あのめちゃくちゃうるさかったっていう、違う、超可愛いですよ、皆さんたくさん愛してください、続きましてみやちゃん、最近仕事が忙しくなりなかなかお話し会に行けないけど、いつもまいちゃんから元気をもらってるよ、生きる活力はありがとう、次は対面で会おう、もうちょっとじゃないか、会おうね、お仕事忙しいのね、お疲れ様、ね、ねえそうだよね、やっぱりさ忙しいよね、でもちゃんと覚えてるよ、いつも私のことを応援してくれてるね、そう
話し会はいつもあの背景大好きだよ。これからもね大好きでいてくれると嬉しいなと思ってる。こちらこそ生きる活力ありがとう。大好きだよ。続きましてみゆみゆちゃん、ありがとうございます。あ、なおちゃんね、初めてサイン会に参加しましたって。ありがとう。じゃあ、もう初めてのサイン会、綺麗にね。コウマちゃんや。初めてサイン会に参加します。最近、まーちゃんも気になっていて、今日も君の夢の、初めてサイン会に参加します。最近まいちゃん気になっていて、今日も君の夢を見たんだの MV も可愛すぎて毎日見てるよ。これからも応援してるよ。ありがとうございます。ごめんなさい、噛んじゃいました。みゆみちゃん、ありがとうね。私サイン会初めて参加してくれてとっても嬉しい。これからもよろしくね。ありがとう。もう一回も大好きだよ。本当にコウムちゃんこれからも大好きだよ。ありがとう、本当に。あ、デビレさん。続きまして、デビレさん、うわ、また普段オーナインめっちゃ来るやん。ありがとう。じゃあプアっぽい字で書こうって。めっちゃかけて嬉しい、本当に。え、近々さ、もしかしてくれるの。本当にその時を楽しみにしてるね、マジで。え、めっちゃ嬉しい。え、本当に楽しみにしてるよ。ぷわっぽい字で書きましたよ。どうですか、ぷわって感じでしょ。世界で一番可愛いまいちゃん、まいちゃんとお話しできる時間本当に楽しい。まいもんぷわがねめちゃくちゃね、まいちゃん今日も可愛いねみたいな、めっちゃもうなんか、もうめっちゃなんか元気に言ってくるからとっても嬉しい。ありがとう。これからもたくさん思い出作ろうね。こちらこそ大好きです、ぷわ。ありがとうね。ぷわいつもさ、なんか始まったと思ったらなんかテンテンパってるみたいな、こんな感じだから、小動物みたいな可愛い。たくさん名前、こちらこそたくさん来てくれてありがとうね、ぽい。ありがとうね。続きまして、ゆきおさん。ゆきおさん、ありがとう。メッセージが。ゆきおさんでもね、応募してくれてありがとう。とっても嬉しいよ。ゆきおさん、どうですか、あの、宮城 MV。そう、今回ね、そう。ブレザーなんだよね、これ分かるかな。ブレザーとね、あとね、中にカーディガン着てるんですよ。初期衣装なんだけど、初期衣装じゃないっていうところがね、ポイントになっていますので、皆さんぜひね、チェックしてみてください。ゆきおさん、ありがとう。続きまして、よう、あ、よう、ありがとう。よう、覚えてるよ。この間お話し会ありがとう。宮城会当選したから毎週まいちゃんに会えるよ。タイミングは、あ、まいも待ってるね。よう、いつもありがとね。そう、ショールーム来てくれてとっても嬉しいよ。よう、ありがとう。りょうさん、そう、毎週会えるのはとっても楽しみなので、毎週たくさんね、思い出を更新していきましょう。宮城会もう絶対見つけるから、よろしくお願いします。楽しみにしてるね。よう、ありがとう。本当にね、毎日聞いてくださってるの本当に嬉しいですよ。カンさん、続きまして、カンさん、ニコ。カンさん大好きなんだよね。本当になんかさ、どうやったら伝わるんだろうって思うんだけど、じゃあちょっと1個はなんかちょっと丸字っぽく書きます。ゆだいさん、ありがとう。サイン書かせてくれてね、本当にね。1個は丸字で、もう1個がめちゃくちゃカクカクで書くね。ゆだいさんが輝く人で、ゆだいさんも原動力になれるように頑張るように。本当にね、ありがとう。極端ですね。はい、カンさんとカンさん。カンさんはいつもね、たくさん私に元気をくれて、出会った時も覚えてるし、カンさんが撮ってくれるお写真が本当に大好き。私はなんかそればっかり言ってるみたいな感じで思うけど、カンさんが描いてくれるお写真が本当に大好きなんだよ、私。カンさんがさ、いつもね、私の心配をしてくれたりとかね、あの、私と喋って楽しいって思ってくれてることが本当にとっても嬉しいんだよ。カンさん、いつもありがとうね。カンさんの一番であり続けたいです。オンリーワンであり、ナンバーワン。ナンバーワンであり、オンリーワンであり続けたいので、これからもよろしくお願いします。カンさん、見てる？ありがとう。楽しみにしてるよ、めいちゃん。大好きだよ。明日も
続きまして、フィズニャンさん。あ、フィズニャンさん、一部に続き二部もありがとう。丸字でいきますね、フィズニャンさん。まいちゃんにたくさん元気をもらってるよ。僕は、ま、まいちゃんは僕の心の支えにもなってくる。え、嬉しい、ありがとう。かわいい。本当にありがとう。サインとっても嬉しい。全部大切にしようか。ぜひぜひ大切にして。かわいい、フィズニャンさん、どこだ。あ、いた。ありがとう。こちらこそ嬉しい。ありがとう。ありがとうございます、フィズニャン。ヤンフィズってこれからもよね。私たちだけのあだ名だよ。ありがとう。続きまして、ももこちゃん。おい、ももこ、元気か。なんでメッセージを書かないんだ、ももこ。なんで、なんで、なんで書いてくれないの、ももこが。おかしいでしょ、そこはメッセージを書くでしょうが、なんで書かないの。私の一言は、本当に会いたいって気持ち、あの、ツイッターを送り出さないといけません。髪の毛がどのくらいまで伸びているのかも気になるし、もう全てが気になるから早く送ってください。お願いします。続きまして、パプー。やっほー、元気してるか。まいちゃんが元気なら何でもよし。陰ながら見守ってるよ。微力ながら、微力ながら、微力ながら、これからも応援させてね。社会人頑張れ。ちょっと本当にやめてください。ダメだって。私、社会人って言葉言われると心やられるからやめて。ダメダメ、私ダメなの、そういうのダメなの。え、でもね、パップがさ、結構さ送ってくれるじゃん、ツイートを。だからちゃんと私見てるんだよ。いつもありがとね。でもね、社会人はやっちゃダメだよ。ありがとう。社会人はやっちゃダメだよ。心に来ちゃうから。若くいたいんだよ。ありがとう。新社会人頑張る。続きまして、にむちゃん。にむもありがとう、にむちゃん。にむもありがとう、にむちゃん。見てる？にむもありがとう、新社会人が。やめてよ、この流れ。新社会人やめなさい。新社会人やめなさい。やめなさい。新社会人やめなさい。頑張ってるんだね。私もじゃあ頑張ろうかしら、新社会人。にむちゃん、ありがとう。こちらこそ。新社会人か。私もお揃いだから頑張りましょうか。あ、ごめんなさい。いつもさ、私さ、ブレちゃうよね。ごめんね。変わるの忘れてた。ごめんなさい。ありがとうございます、りむちゃん。大好きだよ。お寿司が食べたくなっちゃった。なんでふみちがスポーツしたんだろう。続きまして、せな。おい、せな。せな、何してるの？今どこにいるの？あ、ゆりやんちゃん。本当に何してるの、セナ。お話し会来なさいよ。まいちゃん大好きだよ。これからもずっと教えてください。待ってるよ、セナ。もう何してるか気になって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 、朝と夜と昼しか眠れないです。よろしくお願いします、セナ。待ってるよ、大好きだよ。ありがとう。それは嬉しいな。続きまして、鈴鹿ちゃん。ありがとう、鈴鹿ちゃんに。どうも、前の鈴鹿ちゃんだからね。すごい頑張るねって思って、これからもそこはね、すごいよ、本当。ゆりなんじゃないですけど、1部も2部も教えてしまいました。前のこと大好きだよ。前もずっとずっと応援するね。あ、これ前がよく使う絵文字。いつも元気くれてありがとう。こちらこそありがとう、すずかちゃん。ありがとう、こちらこそね。たくさんね、私も元気もらってるし、大好きだから、これからもよろしくね。大好きだよ、ありがとう。続きまして、ジェフさん。ジェフさん、5曲目、ありがとうね、ジェフさん。5曲目リリースおめでとう。新曲が出るたびにまいちゃんの歌が上手くなって感動です。今度初めてお話聞かないとね。これからもです。待ってる、ジェフさん見てるかな。めっちゃありがとう。ちょっとさ、初のお話会も楽しみだし、サインちょっとね、丸字で書いてる。ジェフさん、ありがとう。ジェフさん見てる。お話し会すっごい楽しみにしてる。ぜひぜひね。もうそのね、歌うまくなってるよっていう言葉ですごい頑張れるので、ありがとうございます。すごい楽しみにしてるね。ありがとう。
続きまして、なんちゃん、なんちゃん、あ、ありがとう。一部に続き二部もありがとうね。まいちゃんへの愛マシマシです。まいものんちゃんへの愛マシマシです。ありがとう。こちらこそすぎるよ、大好きだよ本当にね。のんちゃん、まいもまいま、まいもまいマシマシ、まいも愛マシマシでいくので、これからも大好きでいてくれると嬉しいです。はい、まいは愛マシマシで、のんちゃんはまいマシマシで、よろしくお願いします。ありがとう。続きまして、あ、ジョセさん、ジョセさん来てくれると思ってた、信じてた。あ、やっぱ信じてこうかよ。ジョゼさん、ありがとう。おジョゼじゃないか、おジョゼって呼びたくなるから、おジョゼって呼んでいいかな、ジョゼさん。私とジョゼさんのあだ名、ジョゼさん。自己紹介がまだでしたね。アフリカ沖縄のハーフで24歳、生まれ育ちは八王子です。コンビニで弁当を買うとスプーン、フォークを渡されます。自己紹介はこの辺にして毎日、ありがとうございます。自己紹介してくれて、ね、スプーンと箸、フォーク渡されるのきついですね。でもジョゼさんのことどこにいても絶対にね、見つけるので、ぜひぜひ私のことをおしめにしてくれるととっても嬉しいなっていう気持ちです。ありがとう、ジョゼさん元気、ありがとう。続きまして、求愛も、ごま団子ちゃん、ごま団子ちゃん求愛してんだ。多いね名前が。今ねめちゃくちゃ綺麗にね、でもね大きい字で書きすぎたから、あ、端っこまで、あ、ギリギリ埋まりました。ギリギリだった。まいちゃん好き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 、まいちゃん好き好き、ま、好き、まい、まい、まいちゃんしか、しか、しかかたん、世界で一番愛してるよ、好き、まい、きょ、ありがとうございます、本当に大好きだよ。すごい、ほら見て、ギリギリだった、ごめんね、すごくギリギリになってしまったんだけど、私も大好き、もうダブーって感じ、ありがとう、愛してるよ、大好きだよ、ありがとう、すごい、もう酔えなかった、あとギリギリになっちゃった、ごめんね、ありがとう。続きまして、ペコさん、ヘコさん、ありがとう。まいちゃん、こんにちは、おじさんです。お話し会ではいつもニコニコしてくれて、おじさん嬉しいです。おっと、文字数制限でそろそろお別れのおじさんです。また来週よろしく。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ヘコさん、いつもありがとう、ね、ま、マイファミとか言ってね、つかめなくてごめんね。でもマイファミ、ヘコさん、ありがとう、これからもよろしくね、大好き、ありがとう、ラブ、ありがとうね。続きまして、最後ね、ようちわーん、ようちわーん、ね、生きてんじゃんって言わない、めっちゃ生きてるわ、当たり前でしょ、生きてるよ。でもね、ようちわんがね、私のねモチベがなくなったのかな、なんか私のペンライトカラーのハートが消えていたことを見て、私はとっても悲しい思いになりながら、ショールームができない悲しさに浸っておりました。私が一番じゃないんですか、ヨウチは、私が一番ですよね、これからもよろしくね、ヨウチはのこと大好きだからね、ありがとう。りょうちゃん元気してるかな、見てるかな、ありがとうございます。ちょっとね、そう、予定時間よりもいつも早く終わっちゃうかも、私すいません。ってことでね、ちょっとゆっくり話していきたいと思いますよ。多いな、よろーっと、はい、久々です、皆さん元気してます。スノーニーネックレス絡まってないの感動してます。あ、絡まってますよ、ここ見るかな、死ぬ、そう、絡まってんの、死ぬって、ね、絡まってんの、
イブもお疲れ様でした。ありがとうございます。ほどこうか、ほどけないんだ。てかさ、私の困り眉事件、みんなに話したい。めっちゃ困り眉だよね。そう。めちゃくちゃ私も気になってるの。まいちゃんかわいい、ありがとうございます。嬉しい。そう、今日使った化粧品はね、リップがラストボス。そうだ。そう、ミセのね、リッププランパーをリップで使ってます、今日。メガネまいちゃんもお素敵です。そう、最近メガネくっつけてるのね、ぶち抜けてるけど、ここ。最近メイク変えたんだよね。まつげをギャン開けするようになったら、メガネ大きく見えるようになりました。まいちゃんかわいい、ありがとう、嬉しい。困ってない困ってない、幸せって言いながら困り眉治る？困ってない困ってない、幸せー。困ってるんだけど、おー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 ですね。違うよ、めっちゃいい名前してるよ、マジで。ありがとうございます、かわいい。これからさ、お話会行くときにカナトさんって呼ぼうか。本当にありがとうね、本当のたくさん、めっちゃ嬉しいよ。カナト無理呼んだろ。黒のお洋服ってあんまり着ないから新鮮ですよね、結構。そう、あとフルバングになったのが本当に新鮮かも。結構フルバングにしたの似合ってる。そっかかった方がやっぱいいかな。でもそっかかるとさ、なんかさ、芋っぽくなっちゃうのと、あとなんかね、下にイメージがね、フルバングの方がいい。じゃあこれからもフルバングやりきますよ。お姉さんっぽいのは多分ね、黒だと思う。なんかね、そう、今日ね、そう、みつきと会ったんだけど、みつきに楽屋で、まいちゃん、かわいいねって言われて、かわいいねってめったに言われないからめちゃくちゃ嬉しくて、えっ、って言った。そう、まいちゃんかわいいね。そう、しかもね、そう、なんかレノンかなに黒似合うみたいに言ってくれて、そう、黒ね、久々着てよかったと思って。町の子、芋好きなので。え、かわいい、ありがとうございます。まいちゃん何でもね、ありがとうございます。遊びに来たよ。こんにちは、パンコさん、ありがとうございます。リアちゃん、パンスマイです。お、レノンちゃん、久しぶり。初見じゃないね。すごい、パンの、パンがいっぱいある。ね、めっちゃ久しぶりだよ、リクちゃん。本当にね、え、タイミングこれパパも、みんなで。え、待って、本当にね、リクちゃんもね、ちゃんとね、あの、最初に気をつけて。ありがとうございます。届くの楽しみ。待ってるよ、待ってるよ。これからもね、よろしくね。あ、ひずにゃんさんが猫クリームパン。お、待って、ももちゃん、ももちゃんみたいな。ちょっとね、あのね、嬉しい、ありがとう、にゃんひず。しっかり覚えてるからね。振り講座、嬉しくて。あ、振り講座しようか、サビレクチャーみたいな。そう、レノンが悪いのやるわ。ありがとうね、大好きだよ。ありがとう。あ、
レノンちゃん待ってる、マイちゃん好きな人がバイト終わるの待ってる子みたいな可愛い。違うよ、タイミング合わせるだけだから。振り付け講座助かる。あ、よかった、猫のギフト嬉しくて投げてくれ、投げてくださいよ、ありがとう。ニャンニャン前も好きだから。まさかのさ、ハルさんに言ったのさ、びっくりしたわ。確かに、めっちゃおもろかったけど、あれ本当さ、ありがとうね、ハルさん。まえちゃんがダイエット頑張ってたから一緒に頑張ろうと思って4キロ落としたよかな。やばいね、私よりも落としてる。それは照れ隠しですか。一緒にご飯行くんだ、この後。初見です、初見さん、リンリンさん、ありがとうございます。ネリーコリテル高橋さんです、ありがとうございます。いや、なんかご飯行く感じになりました。もうね、でもね、何百回何千回でも言うけど、もう360分ご飯行くの、ね、ありがとうございます。ありがとうね、本当に。仕事頑張ってね。ご飯行く。うん。ありがとう。ココちゃん。みんなもね、年末に個人ショールームができる日まで前もちょっと結構頑張るから、ちょっとみんな待ってほしいです。ちょっともうちょっと待っといてね。絶対にするからちょっと待っといて。でもね、ちょっとね、頑張ってみんなにね、いろんな日常共有とかをするから。はい、ちょっとしばらく待っといていただけると嬉しいなという気持ちです。よろしくお願いします。ありがとうね、本当に大好きだよ、本当にこれからもよろしくね、ありがとう。だからね、みんなにねツイートしてほしい、たくさん応援してるって。ひずみやさん、ありがとう。こんにちは、フリレクの、ちょっとね、まあ、ちょっとわかんないですけど、ここはハートつけて、ありがとうございます。フリレクさん、ありがとうね、本当にやっぱ、あの、癖出てね、癖が強いですよ、本当に。わらわら、癖が強すぎる、ありがとうね。振らないんだけど、嬉しいよ、ありがとう。お、ニオポンたくさん、かわよ、ありがとうございます。ニオポン、どうも、私たち背中を遠ざからないで大好き芸人です。今回の MV、明日はレモンの表情が全部いいんですけど、大好きですよ。ね、早く生でパフォーマンスしたいです。君の目指す。ニオポン、マジで、前も言ったよね、めっちゃ。本当にさ、めっちゃさ、細かいところにね、気づいてくれて、本当に嬉しい。28のね、人で。です。だってメーカーねです。そう、どうついたらね、めっちゃ目ちっちゃくなる。本当に、ありがとうね、みよぽん大好きだよ、楽しみにしてるよ、これからもよろしくだよ。そう、めっちゃね、目ちっちゃくなる。目がね、かわいいな、ありがとうございます。よかった、フルバングも褒めてもらえたし、メガネ姿も褒めてもらえたし、フロイズも褒めてもらえたし、イヤリングもね、聞いてもらえたし、ネックレス絡まってないって嘘つけたし、あの、騙しちゃったし、もう大好き、マジで和田さん、本当にいつもめっちゃありがとうね、本当に大好きだからね、ありがとう。あ、髪の毛伸びたよね、え、やっぱ伸びたよね、やっぱ伸びたよね。私、髪の毛伸びるのめちゃくちゃ流行って、2ヶ月くらいの幕が来てから、え、やっぱ早いよね、明日で切って2ヶ月ちょうど、出たよ、俺のもね、やっぱ早いよね、俺の前の時も言ってたよね、めっちゃ早いね。でも多分ね、お話し会前にね、対面前に多分切ると思う、もうちょっと最高ですよ。だから対面の時もしかしたらね、ミディアムマイちゃんかも知れない、鎖骨マイちゃんかも。ありがとう、マスク大好きだよ、これからもよろしくね、結構ね、早いよね。お、てっちゃん、てっちゃん、てっちゃん、1月の追加公演の連番待ってる、こんばんは。そう、あと1週間楽しみ。え、あとさ、歌舞伎町アップゲートを来てくれるんですか、めっちゃ欲しいよ。え、追加公演のパフォーマンスさ、めっちゃ良かった。あ、隣で酒向こうの、本当に、え、追加公演の時より、あの、ちょっと可愛いね、
最後だ。めっちゃ嬉しい。あ、いのちさんありがとうございます。とっても嬉しい。私ありがとう。対面楽しみ、前も楽しみ、待ってる。みんなが対面してくれるの。ももさん、まいもね、もう対面の洋服が決めたんだ。ありがとう。レノンちゃん大好きです。5部、一部が制服、あ、違う、普通に私服で、まあドレスみたいな制服やけど、で、5部が制服かな。めっちゃ嬉しいよ。思います。よろしくお願いします。何着ていこうか一緒に悩んでね、いっぱい悩んでね。ワクワクドキドキ、前もドキドキ。何だ、短パンで行くよ、待ってるよ。あ、皆さんちょっとね、いっぱいね、拡散よろしくお願いします。名札があると名前を呼びますって。名札があったら名前呼ぶ。名札があったら名前を呼びたいと思うので、よろしくお願いします。見て、この私のありがとう。そんな札待ってるね、みんな。じゃあ、あれ、2部もありがとうございました、皆さん。はい、1部も2部もね、皆さん応募してみてくださった皆さん、本当にありがとうございました。来週はね、お話し会、じゃあ、対面お話し会で、明日はね、お話し会が控えているので、とてもとても楽しみです。お待ちしております。みんなありがとうね。参加してくださった皆さんも、見てくださった皆さんも、皆さん本当にありがとうございました。じゃあ、以上、バイバイ、いい夢を。